しげさん、今年すげえ野球見てて思ったのは、なんか新しい球種かっていうぐらい抜けすらがいいところに決まって決め球になるピッチャーがすごい多かったような印象あるんですけど、思いません？ああそうだね、抜けすらね。やっぱあれって頭にない時って本当バッター一瞬止まっちゃうから、止まったらもうバット出ていかないから、うん、だからちょっとでも意識があるとあれってホームランボールなのよ、右バッターからすると。抜けすらですか？そうそうそう、だから抜けすら好きだったの俺、ヘボバッターだったら。抜けすらが結構左バッター、まあ右バッター、シゲさん言ってますけど、左バッターで抜けすら、おえっていうシーンすごい今年多かったなっていう。藤波なんか抜けすらマスターしたらもうすごい強くなりそうやけど。ねえ、体の、ね、体の方に投げときは絶対みんな腰引くと思うんだけどね。そうですよね。いいとこ、いいとこ投げようとするんだよね、藤波。たまにいいとこ行ってさ、ボールって言われると、みたいな顔してんじゃん。すんのよ、ちなみがね。いやいや、常にそこに投げてて、って言うんだったらわかるけど、たまにそこに行ったら、審判もびっくりするぜって思うんだけどね。僕はキャッチャーの心理ですよね。そうそう。だったら、しょっちゅうここに投げてみろって。